第3試合 GHC ジュニアヘビー級選手権、王者大原はじめ対挑戦者熊野仁志。熊野さん、はい、タイトルマッチを迎えましたが、はい、直前の前哨戦で見事な結果残しましたよね。そうですね、まあね、直接チャンピオンから負けたわけでもないですし、まあ、今回最後の前哨戦で僕が大原はじめから3カウント取れたんで、まあ、今回のタイトルマッチ確実に自信につながってます。これまでのタイトルマッチとはまた何か違うものはありますか、ご本人の中で。そうですね、やっぱり、まあ、今までにないパワーを使っていく試合作りをしているんで、まあ、それでかなり手応えも感じているんで必ず取りたいと思います。実際にこうやって近くでお話を伺っても、この体自体がかなりこう大きくなっているというイメージを受けるんですが、これお話できる範囲でどれぐらいのこうパワーアップを図ったんですか。まあ基本的に食べてトレーニングしての繰り返しで、まあ数字的には大きくなってるか分かんないですけど、まあ体はだいぶ大きくなったかなとは思ってます。リング上でのその戦うスタイルというものもかなりこう力を技というものも取り入れてるかなという印象を受けるんですが、はい、まあ、そうですね、やっぱノア・ジュニア今パワーファイターがいないん で、 で僕が目指しているところはパワーファイトなんで今そこを突き詰めています。そしてチャンピオンもチャレンジャーである熊野選手に対して今回のこの機会をなんて言うんでしょう、 こう、 うまく利用してくれというような言い方で、まあ、チャンピオンがやや上からというような印象もあったんですが、どうなんですか。まあ、そうですね、上から目線なんですけど、まあ、挑戦させてくれたことにはすごい感謝しているんで、まあ、ベルトを奪い取って後悔させてやろうと思ってます。改めまして試合に向けて一言お願いします。今日はどんだけやられても最後のリング立ってベルト巻いてるのはこの俺だ。チャンピオンの大原選手にお話を伺います。まず直前の前哨戦で敗れてしまった、これはどう捉えますか。熊野のフィニッシュであるあの MN って技を初めて受けたんだけども、まあ、思いのほかにあのダメージがでかくて、でなおかつあの熊野は実は緻密なプロレスをしてるなっていうのは非常にこの1ヶ月間体で体感しました。あの一見分かりづらいかもしれないんですけど、やられてる側は全部胴体にダメージが集中していて、最後の MN もあの胴体部に思いっきり叩きつけられるような技で、あのちょっと息ができなくなってちょっとカウントが分からなくなってしまったっていうのは正直なところで、結構緻密なプロレス、一点集中型のプロレスやってくるなっていうのをすごい感じましたね。これ対戦している、まあ、相手ならではといいますか、うん、出なければ分からない情報ですよね。そうです、だからこの1ヶ月間やっぱ対戦したりとか自分が試合当たらない日もずっと観察を続けてきて分かったことなんですけども、僕も一点集中は得意とするプロレスなんですけども、腰攻めからのムイビエン立てなくしてフィンランド式ワームは自分のプロレスなんですけど、あいつも実はベアハックなりブレーンバスターなりアルゼンチンなりすべて胴にダメージを集中させてきてて、最後 ML だったりとか SH というあの関節技を持ってますし、あいつも一点集中型のプロレスなんだなというのは非常にこの1ヶ月間分かりましたね、はい、これは熊野選手のもともとそういうスタイルなのか、あるいは最近本人が意識しているパワー系の技を取り入れていることも関連があるんでしょうか。いや、この1ヶ月間でだいぶ変わりましたね。やっぱ去年まではとにかくがむしゃらになんかこう地図もコンパスもなくジャングルをさまようような、やる気だけはある、情熱だけはあって、とにかくゴールを目指して歩き回るんだけども、どこにゴールがあるかわからないような、そんなような印象を俺は持ってたんだけども、この1ヶ月間であいつは自分のプロレスのコンパスってものをしっかり持ってて自分の方向性を打ち出してきたよね。パワー系でなおかつ腰胴体部にダメージを与える、だから俺はテクニックで腰を折るんだけども、あいつは力で腰を折るような、そんなレスラーだなっていうのを感じましたね、うん。まだ熊野選手はそのシングルのベルトを手にしたことはありませんが、そういった意味では、まあ、チャンピオンとしての余裕というものはないと見ていいんですね。余裕ははっきりないですね。しかもあいつはあの最初から言ってますけど、やっぱ生え抜きであり、うん、生え抜きのやっぱ意地ってものがあるはずなんで、何が何でもやっぱ結果も欲しいでしょうし、生え抜きとしてやっぱ負けられない、そんな意地もあると思うので、今日は一切警戒にならないですね。改めて最後はタイトルマッチに向けての意気込み聞かせてください。まあ、どっちがねあの腰を折られるか、そんな戦いになると思うんだけども、俺が最後にこのリングに立ってね、最後は無意弁でしっかりと防衛して、これからのノア・ジュニア俺がしっかりと引っ張って無意弁にしたいと思います。
すべては自分の存在意義のため、熊野は決意しました。これまでとはファイトスタイルを変え、そして何よりも今欲しいのは結果。そのために何としても手に入れたいベルト。王者の大原に対しての挑戦表明がありました。さあその姿を現しました。赤く輝くコチューム、そしてフードをかぶり、目深にかぶって、そして下を見つめる、その決意はいかほどか。ゆっくりと横浜文化体育館のそのリングの中央に向けて歩を進めてまいりました。果たしてリボーン、この熊野仁も新たな自分を見つけ、新たな自分に生まれ変わることができるのか。今リングイン、デビューして5年目を迎えている熊野。60分の一本勝負、その決意を見て取れます。さらにこの熊野の強い思いを感じ取ったのがチャンピオンの大原はじめでもありました。大原にとっての初防衛戦、1月21日の大阪大会、原田を退けて初防衛に成功、その直後に姿を現し挑戦表明をした熊野仁でした。結果を望み変わりたいと思っている気持ちはよくわかる。大原はもしかしたら過去の自分をこの熊野に重ね合わせていたのかもしれません。今はジュニアの頂点にいるのが大原はじめです。大原にとっても初めてジュニアのシングルのベルトを手にしました。今度は追われる立場、挑戦を受ける立場に変わりました。ベルトを右肩に抱え、そして今この横浜文化体育館のこの場内を見渡した、さらにはリングの中央にいる待っているチャレンジャー熊野に何か掲げて見せつけるように、今ゆっくりと前にベルトを掲げました。小峠が、剣王がジュニアからヘビーへ転向、現在このジュニアを守ると言っていい、その存在、役目を担っているのは大原はじめ。自分がこのノラジュニアを牽引していく、そしてこの大原の挑戦を受けて、この大原の気持ちを全て受けながら、チャンピオンとしてノアジュニアの挑戦、ノアジュニアの頂点に続ける、その思いを強くしたチャンピオン大原はじめ。第33代 GHC ジュニアヘビー級王者、2度目の防衛戦に臨む大原はじめです。試合前にチャンピオンベルトの変換です。もともと小峠がジュニアのタッグとシングル共に王座を獲得、二冠王者になりました。ただその二冠王者になって即王座を変更、ヘビー級へ転向ありました。空位となったこの王座、この王座決定戦を制してベルトを手にした男、大原はじめです。一方、自分が次のステップへ、いや新たな時代に向かっていくためには何としても手にしたい王座、まだ GHC ジュニア、そのベルトを手にした経験はない、シングルのベルトに手が届くかどうか。ゴングを聞いて、さあ両者が動かず、先に動いたのは王者か、1歩2歩3歩4歩と先に王者が動く、それを追うように確認しながらチャレンジャーの熊野もゆっくりと動き出して円を描くように、両者その距離が縮まって組み合っていきました。さて放送の解説は佐久間和彦さんですが、佐久間さん、はい、何かその熊野の強い思いというものが、その険しい表情じゃないだけに、むしろ何かこう伝わってくるような。そうですね、まあ、やっぱりね、こう、まあ、新しい選手が、ね、他団体から参戦してきたり、あるいは後輩が躍進したりという部分でね、もう若手じゃいられないということを熊野自身がね、誰よりも分かってるでしょうしね、まあ、ここで結果を出さなければという思いは非常に強いというのがね、ひしひしと伝わってきますよね。
自分のその存在意義、そして5年目のデビューして5年目を迎えるという中で、佐久間さん本人も今、ね、佐久間さんもおっしゃいましたが、危機感しかないんだと、はい、言ってましたからね。そうですよ ね、あのやっぱり1月の大阪で大原が防衛した後に熊野出てきましたよね、うん、あの時って本来ならね実績が特にあるわけじゃない状態で、今までだったら尻込みしてしまってたかもしれないんですよ。それをやっぱりね現状を打破するためにまず動くというね行動を起こしたというところから評価になりますよね。それから佐久間さん、今この正面からの攻撃を全部受けて、うん、はい、そして跳ね返す一つ新しいスタイルとしてパワー系を重視してますよね、うん、はい、そうですね、あのやっぱり熊野本当にまあ見るからにね体を日に日に大きくなってますから、力っていうのはね今のジュニアの中でもかなりトップの方だと思うんですよね。やはりそうですか。そういった部分でね力を前面に押し出して相手を破壊しに行く、この戦い方っていうのはね一つの武器になりますよね。バックブリーカーに行ってその状態から今もう一度持ち上げて2度目背中を打ちつけていきました熊野です。小峠健王がヘビー級に転向、そして自分はじゃあこのジュニアで何ができるんだろう、どういうことを求めていけばいいんだろう、新たに考えるきっかけになったと言います。さあその熊野を逆に大原が輝いて、バックリカー返していった、あの高さから、あ今度は一つ返しましたが、そうですね、まあ、お互いにこう腰攻めっていうのがこう一つポイントになってくるでしょうね。確かに試合前に大原が話していました、今日はどちらが先に腰を折られるかなんだということを言っていました。もちろんのムービエンもそうなんですが、大原が話していたのはこのチャレンジャーの熊野がこのパワーアップを図るようになってスタイルとして緻密なスタイルの中でも特にこう腰攻め、体の中心部分を痛めつけてくることをやってるんだと、まあ、そうですよね、言ってましたね、まあ、ね、力技っていうのは当然相手の背中腰にダメージを与えるのが多いですし、最近はねアルゼンチンバックビーカーを使ってますし、まあ、あの前哨戦でホール取った MN もねこう背中から叩きつけていく技ですから、そういったものにつなげれば勝てるっていう、まあ、一つ前哨戦成功体験を熊野は得たので、この戦い方で当然今日の試合も臨んでくるだろうなという予想はできますよね。なるほど、そのあたりもおそらくチャンピオンも警戒していたということなんでしょう、うん、あそして畳んできましたね。そうですね、足をロックさせそして腕も絡めていく、パラダイスロックですね。いやこれどうでしょう、ホボリングの中央手を離しても動くことができないわけですね。そうですね、まあ、これメキシコの、ね、テクニックですよね。まず相手のこう精神的、ね、動揺といいますか、いやこの無防備の熊野に対して伝部のあたり、ダメージもそうなんですけど、やっぱり熊野はこう、ね、かなりこう意気込んできてますから、そういう気線を、ね、削ぐという意味合いも今のはあったでしょうね。なるほど、力で押してこようとする熊野に対して逆に大原としてはああいった独自のスタイルがあるわけですもんね。そうですね、テクニックが大原は非常にありますから、はい、熊野の動きを止めるという、ね、作戦を今回は考えているんでしょうね。なるほど、足を絡めておいてそしてリバースしていく、いやこの状態でさらに上半身も行くのか、うん、行くのか、うん、両腕を取る、そこでさらに体を上げるか上げるか上げていくか、この状態も苦しい、壁になりないですね、壁になりないと移行して、いやこれもねやっぱ腰にダメージきますからね。そうですね、力でほどきましたね。そうですね、ここはなんとかなりふり構わずといったところでしょうか。このあたり熊野が押し込んでいった中で一つ形勢を逆転して、さあここから行こうかというファンの皆さんを煽ります。チャンピオン2度目の防衛戦に臨んでいる大原はじめ、距離を取って走り込んでいくが、しかし足で迎撃はチャレンジャーの熊野、エルボーチャンピオン、チャレンジャー返す熊野、このあたりは正面からあれを跳ね返す力があります。熊野はやっぱもうどんどん馬力を押し出していった方がいいですよね、うん、やっぱ力を使うと当然スタミナも消耗するんですけど、はい、やっぱりねこう緻密な戦いというのは熊野も最近はやってますけど、大原の方がやっぱりね経験的にも上だと思いますので、やはりそうですか、そういうねロングマッチに持っていくよりは熊野は力で一気に押し切る展開にしたいですよね、うん、新しい自分を見つけるため、このジュニアを見渡した時にジュニアの中での、あ強烈、いやいいですね、ジュニアの中でのパワー系のレスラーというのはいないじゃないかと、ならば自分がこのジュニアの中で頂点に立つためには新しい自分になろうじゃないかと、
パワーファイターとして生まれ変わることを決意したという、さあ赤コーナーのトップに登らせておいて軽々と持ち上げて、あ、そしてリングの中央後ろに落としていきました。カウントは2つまで数えられています。本人は体重は数字としてはそれほど変わっていませんよとちょっとこう明言を避けたんですが、はい、明らかにこれ75キロの体じゃないですね。そうですね、もうかなりヘビー級のジュニアの中ではウエイトもある方だと思うんですよ ね80キロあるいはジョン・ウーで飛ばしていこうというところ、80キロからもしかしたら90キロ近くなっているかもしれません。走り込んでいってのエルボーバー、ウォーホラー立て続けに行く中で東京列クリーンヒットですね。顔面さあここで大の字でダウンは熊野。さすがにあの攻撃、まあ、パワーでは返せない顔面への攻撃でした。先に立ち上がった大原です。またね熊野こう体が大きくなってウェイトアップしてるってことは同時に頑丈さっていうのもね身につけてるっていうことになりますから、なるほど、そのあたりもねこう大原としては攻めても攻めても返してくるなという印象を持ってるかもしれませんよね。なるほど、あっと1回転させておいてのバックフリカー、やはりここも腰へのダメージです。はい、まあ、やっぱりねなんとか無意味につなぎたいですからね大原としては。熊野も今年に入ってからこのツアーの日程上非常にこう練習する期間も時間も取れたんだと言っていましたし、食事も変えてしっかりと増量パワーアップを図ったというこの熊野です。抱え上げて回しておいて、しかしバックに回る、ここは打開していくか、さあ寝かしておいていくかとか、いやいやここは返す返す、読んでますね、ムービーには行かせません、捉えておいて、おっと今度は腰、もう一度腰です、持ち上げてブレンマスター早い、ただまだ離さない、まだ離さない熊野、まだ行きますね、まだ行くか、後ろを確認してぶつけるか、どうする、後ろにコーナーがある、投げていく、投げっぱなした、ニュートラルコーナー受け身取れない、いろいろ考えてますよね熊野の方も、この辺りも緻密さという要素が加わっていると考えていいでしょう。熊野ですやっぱ力任せにねこう技を仕掛けていくのではなくてポジションを考えたり攻め方を変えたりというふうにかなりねこう頭を使いながら戦ってますね。なるほど、ただ増量パワーアップしただけではない、まあ、コンディションがいいときには1食で3合を平らげたという食生活を続けて最低でも1日3キロのご飯を食べることはもうノルマとしていましたと今年に入ってからの生活を振り返っている熊野。さあ、この辺り横から来た、ちょっと脳が揺れたか、今のは聞いてますよね、ちょっと焦点が定まっていないようにも見えますが放送席から、さあ距離を取ってフロントサイドからジョルー、ただその体が反動で逃げられずに、そうですね、コーナーでしたね、頭当たった感じがしましたからね、その勢いというものがこの熊野の体全部に集約されたような鉄柵で逃げ場がありませんでした。いや大原の方も結構強烈な、ね、顔面への攻撃も仕掛けてますしね、やはり今まで通りの崩し攻めでは熊野崩せないというところでしょうね。なるほど、今日はどちらが先に腰をやられるかなんだと話していた勝負のポイントチャンピオンの大原、カウントが数えられる中、さあ熊野を中に入れて勝負は中で決めようというチャンピオンの大原はじめ、空位となったこの王座、王者決定戦、石森を退けチャンピオン第33代、さあもう一度いくか、今度は今の入りがどうでしょうかね。いいですね、かなり強烈でしたよ。はい、ですからこの苦悶の表情というのが見てわかります。熊野ひとし今度は腕を捉え的の間に出てクラッチしている、クラッチしている、そしてまた行く、もう必要なまでに腰攻撃、カウントは2、ここはもういい形で徹底一点集中ですね、かなり効いてますからね、これはもう大原いつでも無意味にいける状態作ってますよ。さあフィニッシュにあとはどういう流れで持ち込むか、佐久間さんの見立てとしてはもういい具合にダメージがもう蓄積されている中で、さあどうする、いくか、フィンランドフォアアームですね、あここに狙っているフィンランド式フォアアームに行く、いった、いやこれはガードした、ガード
とした。しかしエルボー、こらえる。熊野もこここらえるが、エルボー右、両者が右の肘をぶつけ合う。2本3本打っていく。2エルボー、いやー体のエルボーがいいですね。そうですね、突き刺さるようなエルボー、ピッカピッカ張っていく、張っていく、大きくピッカ。ほらほら、王者がここはなりふり構わずいった。フラフラとなっている熊野、熊野が膝をつくか、つくか、ついた、膝をつく、両者が膝をつく。これまたフィンランド式フォアーム狙えますからね、チャンス来ると立ち上がってくるところ。ここでいいか、捉えて、捉えていく、ベアハック、ベアハックでそのままつけていく。さあ今度は熊野が捉えるか、捉えるか、腰とか肋骨のあたり気にしてますからね、さあそしてかかりアルゼンチンに行く。うわ、もう一度パワーだ、このパワーがある。今体勢を立て直した。そうですね、大原が逃げようとしたんですけどね、なんとか逃れようというところ、ここは逃れていきました。いや、あの崩れて落ちかかったところもう一度踏ん張りましたね。そうですね、ものすごい力ですよね。ジュニア時代の杉浦隆選手、あんな選手を少しイメージしているかもしれない、本人は話していたんですが、いや、やはり勝るとも劣らぬこのパワーですね。やっぱりこういう馬力はいいですよね、自信にもつながってるんじゃないですかね。全ては自分の存在意義、そして生まれ変わるためというところですか。いや、しかし振り返しましたね。そしてあー、肩組みに行く。さあ、ここで捉えていくが、ポジションはいいですよね、サードロープまではまだ距離があるところ、なんとかその差を縮めていこうという距離を縮めていこうという手を伸ばす。まだ届かない、まだ届かない、いやー苦しい表情だ。届くか、届きました。ちょっと大原、今のは予想外だったかもしれませんね。そうですか、まあ無ベンなり無ベンクラッチ狙う回転をストレッチマフラーで、ね、切り返されるという、まあ、熊野はやっぱよく研究してますね。なるほど、ここで相手がおそらくフィニッシュに来るであろうというところを読んでという部分もあったかもしれません。もう一度ベアハックです。ベアハック、これ腰の踏ん張り、チャンピオンとしても苦しいでしょうからね。まあ、ちょっと肋骨あたりも気をしてたのでね。あー、叩きつけていく、ものすごい、あっとカウンター2、もうもののようにマットに叩きつけていきました。レフリー、今カウントはいくつだったと改めて確認した熊野。さあ決めに行く、熊野が手にするか、ベルトを手にするか。大原はもう食らいたくないですね、さあ熊野がどうする。エメリに行く、今 DDT で切り返したんじゃないですか。熊野頭から刺されましたよね。 MN に行こうというところ、しかしここは寸前のところでチャンピオンが切り返したんですね。切り返してますね、熊野首にダメージ負ってますよね。なるほど、ここは背中を打ちつけようとした熊野に対して切り返していきました。さあダブルアーム捉えておく、ダブルアーム式に入ったバックブリーカー、そしてカウントは2。いや、もうこれチャンピオンはもうバックブリーカーしか出せないようなイメージですね。そうです、徹底してますよ ね、 そしてトライ、いやしかし熊野もどうする、お互いが丸め込んで、そして押さえてカウントは2、カウントは2。いや、ここでね、かつての得意技を持ってくるという相手が警戒してないですからね。なるほど、さあまだその流れを渡さないというチャレンジャーの熊野、捉えたのは、あーっと落としていった、カウント捉えておいて、いなりかエメラルドフロージュのように落としていきましたね。かなり危険な角度でしたよ。あー、ここで動きが止まったか、チャレンジャー熊野の動きが止まった。さあそしてフィンランド式フォアホームにいかな、エルボー、後ろから行きましたね、後ろから行きましたね。2です。いや、熊野もなんとか、しか
かし厳しいか、さあどうにフィニッシュに行くか、2度目の防衛に向けて、さあチャンピオンの大原が捉える、捉えて、そして脇腹に入った、さあメイビーに入っていった、さあどうだ、捉えた、これは厳しい、いい形で入っている、かなり厳しいですね、熊野はさあこらえるか、チャンピオン大原2度目の防衛に成功、苦しみながらもなんとか防衛守りました。時代は渡さなかった大原、そしてなんとかこの王者に対し新しい自分をぶつけ、なんとしても自分の元にベルトを手繰り寄せたかった熊野仁志、ただあともう少し及ばず、勝負タイムは16分32秒。いやいや本当に紙一重の戦いですよね。そうでしたね。あそこのやっぱ MN が決まってれば3カウントというところですけど、大原がギリギリのところで切り返したというね、そこですよね、ポイントは。あの流れの中で切り返せるのが大原なんですね。そうですね、まあ、やっぱそこがこうチャンピオンですよね。熊野があと一つ足りなかったというところとも言えますよね。なるほど、はい、あの辺り最後決まっていればというところですが、そうですね、決めなければいけないところで決めるという部分でいうと、最後のムイビエンもロープに近かったんですよね。確かにそうですね。ただ腕をがっちりロックして、もうここで決める、逃がさないというね、決まり具合でしたよね。ほんのちょっとでロープに行けるところではあったんですけど、そこをさせなかったっていうのがやっぱり大原、あそこで逃がしていたらまた熊野にチャンスきますからね。あのムイビエンはもう20センチぐらいしかねありませんでしたね。ロープ近かったんですよ ね、それを完全にロックして逃がさなかった、そこですね、やっぱその勝負感といいますか、まあ、チャンピオンになってさらに大原が良くなったところですよね。ここぞという勝機をまさにチャンピオンとして逃さなかった、これがチャンピオンたるゆえんなのかもしれません。まだジュニアの頂点、頂は他の者には渡さない、そんなスタイルを見せつけたという大原はじめ、あそして今マイクを要求しました。この熊野を退けて、そしてチャンピオンとしてマイクを手にしました大原はじめです。はあ、熊野ありがとう。俺はこのノアの生え抜きであるお前が羨ましい。俺はもう日本に生え抜きとして戦えるリングはない。いつも自分の上がるリングはなくなってしまっていた。だからこそ熊野、練習生として入りデビューして、この戦うノアのリングすげえ大切だから、熊野これからもっと俺たちでこのノアを盛り上げていこう。今このノアジュニア、ラーテルズ、ダブル X、 すげえ腰の座った面白いやつらがいっぱいいる。だから熊野、俺と一緒にタックのベルト狙おう。俺と一緒に他のジュニアのやつらの腰を折ってやろう。いい返事待ってるぞ。ご来場の皆さん、今日はありがとうございました。まだまだメインまで試合がありますので、どうぞ楽しんでいってください。というわけで
みんなで今日もムイビエ。佐久間さん、はい、チャンピオンからのラブコールでしたね。そうですね、まあ、やっぱり戦い方で、ね、腰攻めというのも共通してますし、この2人が組んで、ね、そういう攻め方をしたら、これは先ほど防衛したダブル X もうかうかできないチャレンジャーになりますよ ね。確かに試合前大原を話していました。熊野の気持ちというのは本当によくわかるんだと。その自分が変わった姿をファンに認めてもらえ、ノアで生まれてノアで育った生え抜きのレスラーの意地をぜひ見せてみろとメッセージを送っていたんですが、それを感じ取ったということでしょうかね。うん、そうですね、まあ、この先につながる展開というのがね、この試合を終えて出てきましたよね。楽しみなタッグがどうやら誕生しそうです。大原はじめ、そして熊野ひとしです。熊野さん、かなり押していた場面もあったと思います。負けだ、負けだ。大丈夫でしょうか。まずは2度目の防衛おめでとうございます。ました。リング上じゃちょっとカッコつけて立ってたけど、もう我慢の限界、立てない。ただあの試合中はあの MA をよく切り返しましたね。返し方自分なりにいくつか考えてたんだけど、パッとねうまく切り返せたから、あれ食らってたら勝てなかった。もうだからきつい。そうなんか、すいません、熊野選手に呼びかけました。これはどのあたりから大原さんの頭にあったんですか。一緒にやろう。もう大阪の時から言ったけど、やっぱり生え抜きである熊野っていうのはこのノアにとって宝だから、生え抜きの選手がノアは少ないからね、やっぱりノアとしてもファンの人の気持ちを考えたらね、やっぱ熊野に期待するのがやっぱ一番大きいと思うし、だから なんとか熊野と一緒にねこのノアを盛り上げていけたなって気持ちやっぱ俺もあるし、さっきリングで言ったんだけど、俺は生え抜きで戦えるリングがないから、生え抜きの憧れとかちょっとコンプレックスを感じる部分があるし、お客さんにやっぱ生え抜きに対する気持ちっていうのはすごく大事なものだと思うから、そういうのをちゃんと考えた上でね、なんか盛り上がるようなチーム作りたいなと思って熊野に声かけました。こんな大原さんの気持ちっていうのはもうずっとあの熊野選手は感じてると思うんですが、今日も戦ってみて体もまた大きくなってましたが、いかがでしたか。もう力の面じゃね太刀打ちできないです。全然、タグだし力も強いし、もう最後の方腰がもう全然動かなくてね、技も確実に決まっていかなかったんだけど、なんとか粘り勝ちというかね、まあ、ムービーエンが入れてよかったなっていう、本当に紙一重でした。最後に大原さんがその熊野さんに呼びかけて横浜のファンが盛り上がっていました。今後に向けてタッグとして一言お願いします。まあ、熊野がねいいって言ってくれるかまだわからないけど、ぜひね熊野と組んでダブル X とかラーテルズとか面白いやつらねいっぱいいる、腰の座ったね強いやつらだから、あいつらの腰全部折ってやりたいと思います。というわけで今日もムイ